ビッテルスェンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケンのアンスバッハ軍に属す、町村で永遠に本部を置く、ヘッセルベルク行政共同体を構成する自治体の一つ。ビッテルスェンは、ヘッセルベルク山の麓、ズルツァハ川が、ベルニッツ川に注ぐ合流点周辺に位置する。この町は、公式には10の地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ズルツァハ川のベルニッツ川への合流点はビッテルスホーフェン地区にある。北にはフランケン地方を代表する山である標高690メートルのヘッセルベルク山がそびえる。1274年にホワイトル主文として初めて文献にその名が記されている。入植地自体の成立はそれよりもずっと古いと考えられている。 ズルツァハ川とベルニッツ川の合流点付近に立つセイマーティンに捧げられた礼拝堂は8世紀のカロリング町にその起源を持つとされている。その後拡大した旧市街の中心部には現在セイマーティン教区教会が建っている。集落の東部、ズルツァハ川の河しに集落があるが、これはかつては別の入植地の中心地であった。村の北側は水木までであった。 現在も、城壁や堀の一部、それに、十分の一税倉庫がある、外グルワが残されている。この城は、11世紀に、城山に、木製の塔を建てたものが起源で、12世紀に、石像の城が建設された。1277年に、皇帝ルドルフ一世は、ビッテルスホーフェンとゲーロルフィンゲンの十分の一、税調集権をノルテンベルクの領主に担保として、与えた。 1300年から1380年まで、この城は、メルキンゲンの領主のものとなったが、これを、ビルヘルム・ホーファー・フォン・ローベンシュタインに売却した。その後、アンスバッハの西軍ムベルト司教区本部に属し、さらにここから1525年に、アンスバッハ編協博の手に渡った。これ以来、アンスバッハ編協博領として定着し、1791年まで、その影響下に置かれた。 辺境白の白は1856年に火事で消失した。ビッテルス方辺の紋章は青地にユりその上部に黒と銀の一末模様の四分割が乗る。この一末模様はアンスバッハ辺境白の紋章であり、領主を象徴的に表現したものである。紋章の図柄のユりはアンスバッハの西軍ムベルト司教本部の象徴で、背景の案は、 ズルザハ川とベルニッツ川の合流点を表現している。町議会は町長を除いて除いて12議席である。この町ではプロテスタントが優勢で、その中心が、聖マルティン教会である。カトリック信者の中心は聖十字架教会である。ビッテルス法編には17世紀から1938年までユダヤ人のコミュニティが存在した。 1716年には30世帯のユダヤ人家族が村にいた。最もユダヤ人人口が多かったのは1809年から1810年で282人であった。これは全人口689人の約40%に当たった。その後、ユダヤ人は1910年に42人、1933年に17人と徐々に減り続けた。 シナゴーグは18世紀にはすでに作られており、1843年12月1日には新しいシナゴーグが完成している。これらは1938年11月10日の水晶の夜によって破壊されてしまった。ユダヤ人も家畜や商品と共に暴行を受けた。この町で生まれ、あるいはこの町に長年住んでいた少なくとも18人のユダヤ人が、 1941年から1945年までの間に強制収容所に移送された。ビッテルスホーフェン・エンボーロマンティック街道とフランケンコスイ地方との間にリーメスの城塞跡であるルフェンホーフェンローマ公園がある。この公園はゲイロルフィンゲン、ビッテルスホーフェン、バイルティンゲンの町境に位置し、ディンケルスビュールからバスタートリューリンゲンへの道路上に標識が出ている。 ビッテルス方辺の中心に聖マーティン教会がある。周辺の集落では山のふもとにカトリックの聖十字架教会がある。旧自衛教会があるイレンシュバング、ミハイルス教会があるオーバーミヒエルバッハ、聖レオナルド教会があるウンターミヒエルバッハ。この町の宝はリューレン地区にある。この集落にある聖ミハイルス教会は、 14世紀から15世紀に描かれたフレスコ画を人知れず抱いていたのである。このフレスコは1985年に発見され、その一部が公開されている。辺境白の城は1856年に消失した。ビッテルス方編はヘッセルベルクさんの高地をたどる地質学の散歩道の出発点で常に多くの地質学者たちが訪れている。ズルツバッハとベルニッツでは タゲリアタシギが散乱をし、古い落農場が、フランケン地方最後のコノトリの栄像地となっている。ビッテルスホーフェンは、保養地として、あるいは、リースボン地、フランケンコ水地方、ローテンブルク、ネルトリンゲンやディンケルスビュールへの小旅行の拠点としても人々が訪れる。かつての国境の防類である、リーメスがこの町を貫いて通っており、 リューレン地区やゲルスミューレ地区ではその意向を見ることもできる。雇用目的の人は地質学の教育、散策路を気ままに歩くのが良い。考古学に興味のある人はルッフェンホーフェンローマ公園でローマの歴史やリーメスについて学ぶことができる。フランケンコ水地方までは車で約20分ほどである。そこではサーフィン、ヨット、ボートや水浴びを楽しむことができる。 この町の有力な産業は農業で町の総面積のほとんどを農牧地が占める。また、ビッテルス法編はロマンティックフランケン観光連盟に加盟している。ありがとうございます。